絡めながら煮詰めていく。わさびが全体に行き渡ったらもう完成です。あ、にじれなかった。いや。どうもー、りゅうちゃん、つよちゃんです。りょうりょう兄さんよ。今日も始まりました。バズレシピ探検隊。バズレシピ、まあ何でもいいですけど、ね。まあ何でもいいですね。これ、はい、オリジナルのエプロンですか。オリジナルのエプロンです。あ、作ってるんですね。はい、作ってますこれ。はい。可愛いですよ。あ、本当ですか。色味がそのね、カーキ結構好きなんですよ。あ、本当ですか。これはね、僕のチームの方が用意してくれて、めちゃめちゃかっこいいですね。バズレシピ隊だね。バズレシピ隊です。ということで今日もバズレシピを探検していきたいと思います。今回はですね、せっかくなんでコラボということで、今回もつよちゃんにすごく簡単で美味しいバズレシピの魅力を知っていただきたいと思います。いやもうね、はい、3品教えていただいたの、はい、全部僕年末年始やりました。本当にありがとうございます。3品めちゃめちゃ食べてもらって僕は感動してます。今回はですね、超簡単な和風のクリームパスタを作りたいと思います。瓶詰めというか佃煮を。おお、なんかさすがりゅうちゃんだね。バズレシピってこんな感じなんです。バズりそう。あんまりこうイタリアンとかで海苔の佃煮ってそんなに使わないと思うんですけども、うん、これパスタに超合うなので、うん、今回はりゅうちゃんに海苔わさびクリームパスタ作っていただきます。りゅうじのバズレシピ。はい、じゃあ、材料紹介いきたいと思います。今回はパスタなんでパスタですね、まあお好みの太さでいいんですけども、僕は一番 1.4mm をよく使うので 1.4mm のパスタです。 100g 使います。海苔の佃煮、今回は海苔の佃煮を使います。これがね、結構ね、うん、パスタと合うんですよ。あ、そうなんですね、はい、であと、コク出しにバター、あとめんつゆですね。これ3倍濃縮のものです。こちらがわさび、これがねすごく海苔とクリームと相性がいいので、はい、で今回はクリームなんですけども、豆乳を使ったクリーム。おお、またいいですね、風邪、はい、効きますね。超和風な感じ。ああ、なるほど、はい、あとは、彩りに小ネギを少し。超簡単なパスタですので、瓶とかで売ってる海苔のつぶです。なるほどね、はい、これで超簡単にパスタを作っていきます。じゃあまずですね、うん、ソースの方から作っていきたいと思います、うんうん、すいちゃん、お願いします。どうぞ、はい、まずですね、豆乳をフライパンに。1人前ですか。はい、1人前です、うん、はい、豆乳を投入してください。豆乳を投入した、はい、はい、おお、拾ってもらう。クルリンパ。そしたら、バターも入れちゃってください。バターも、はい、バターが 10g ですね、これね。 10g、 はい、そしたら、海苔の佃煮。おお、はい、ここで、はい、これも全部入れて、これ大さじ1と半分です。これが味の決め手になります。未経験のゾーンです ね。この佃煮をなかなかないと思います。豆乳で本当にね、弱火です。なるほど、はい、豆乳を使うときは火加減が結構繊細になって、ね、もうかなり温めるかなぐらいで大丈夫。ここで3倍濃縮のめんつゆです。めんつゆ、はい、これで大さじ1よりちょっと少ないぐらい、大さじ1弱ぐらい、これで味を最終的に整えます。ちょっと香りがね、化学反応起こしてますね。起こしてますか。いい化学反応起こしてますね。甘めの和風クリームみたいな感じに。本当だ、印象全然違うぞ、なんか思ってるなと。で、ちょっと豆乳ってちょっとこう熱を加えるととろみがついてくるんですね。このとろみがパスタに絡まると本当に美味しいんです。なるほどね、はい、本当にソースになってるね。 そうなんです。そしたらですね、もう全体が混ざってソース自体が少しフツフツしてきたら、うん、もう OK なんですよ、これ、ね、でもう火止めちゃいます。このぐらいで、このぐらいで、うん、はい、そしたらパスタを茹でていきます、うん、で、もう沸いたお湯で、はい、お塩も塩分濃度 1% ぐらいのお塩を入れてます。でちょっと今度ゆこう焼くわ、みじんの、はい、次、あ、いいですね。ゆうちゃんから教わったんでね、はい、次ドラマのペペロンチーノっていうドラマなんで、はい、ペペロンチーノっていうドラマ、はい、パスタ茹でるとこあるとこわからないんだけど茹でるとこあったとしてもこのシーンってあんま撮らないですからね。でもね、見せ場ですから。ゆうちゃんの方がやっぱうまいね。いや、全然、ね、ちょっと下の部分を、真ん中のあたりをねじるとすごくパラッといきます。で、これは 1.4mm のパスタなんで5分間これで茹でます。その間にさっき作ったソースじゃないですか、うん、あれはそのまま常温で置いといて大丈夫。後で熱を加えながら混ぜます。なるほどね、はい、僕のチャンネルでアボカドのソースも作ったけど、はい、フライパンでああいう風にソース作れるんですね、やっぱね。そうですね、パスタって結構僕的には結構お手軽な料理だと思ってるんで、今回もシンプルなソースなんですよ、実は。なので、具材とかシーフードミックス入れていただいたりとかやってもすごく美味しいパスタになると思います、う
そうじゃん、プライベートとかで香取さんとか稲垣さんとかとか一緒に食事するとかってあるんですか？たまにあります。そう、稲垣くんがレストランをやってまして、ああ銀座の方で、はい、そこでたまに食事したりとか。そうなんですね。美味しいですよ、本当に。本当ですか？僕もこういう仕事してるとやっぱり他のところで食べさせてもらって新しい発想を得るとかっていうのもすごく重要なんで。そうですよね、はい、自分のヒントになることありますもんね。そうなんです。リュウちゃんは友達とかで食事とか行くんですか？やっぱそうですね、あのやっぱりスタッフと終わった後に一緒にご飯食べに行くっていうのは結構あるんですか？ありますね。はい、なんていうのかな、僕は羨ましいっていうか、はい、外で食べることも自分のなんかこう仕事の材料になるっていうか。もうそれは本当にそうなんですよね。やっぱりそういう頭で食べてるんですか？結構もう僕いつも仕事のことしか考えてないので、うん、もう仕事が結構趣味なところが僕あるんで、うん、全然知らないメニューがあるってなると、うん、絶対それ頼んで、うん、あこういう味かみたいな、うん、僕のレシピの発想に持ってこうっていうのがありますね。いいですね。だからね、時間に無駄がない人になるよね。そうだ、あそうですね。お芝居とかもそうなんじゃないですか？まあそうですね、経験ですからね、何でもね。今日だから本当パスタのこれが、あそうですね、はい、これが今日ちょっと役作り行かせますか、うん、それがあったら そしたら僕めっちゃ嬉しいです、うん、それがやっぱりなんか無意識にやることを見るってすごい勉強になるんですよね。すごい料理のやられてる方がパッとやっぱパスタ入れるときって、はい、俺の周りにああいうふうに言う人いないもん。こういうふうにやる人僕も確かに無意識でした。全くそうでしょ、はい、そういうのが一番ね役作りになるんだよね。なるほど、うん、でも役に立ててよかったぞ本当に、うん、本当に、はい、じゃあそろそろね5分ぐらい経ったと思うんで一旦置いて、うん、でさっきのソースですね、ちょっと冷えちゃったんで温めます。このスパゲティを水切って入れてあげる、うん、ザルとかあったらもうザルでやっちゃっても全然大丈夫です、うん、細かいこと気にしないで。細かいこと、はい、あの僕のチャンネル細かいこと全く気にしないです。いいですね、はい、でここでわさびを、あここでわさび投入なんだ、はい、最初に入れちゃうとわさびの香りと辛みがちょっと飛んじゃうんですよ。ここでわさびを入れます、はい、ソースにパスタを絡めるときに、これポイントです。ほんととろ火なんですけども、これで絡めながら煮詰めていく。わさびが全体に行き渡ったらもう完成です。簡単だね。これはもうめちゃめちゃ簡単ですね。味がね、まだ想像がつかないっつうかね。そうですね、パスタに使わないものばっかり入ってますから楽しみですね、はい、いい感じに絡みましたね、はい、持っていきたいと思います。おいし、はい、はい、じゃあですね盛り付けなんですけども、うん、りょうちゃんにやっていただいていいですか？はい、ねじるようにって言ってましたからね、はい、ねじるようにねじるように。あ、ねじれなかった。いや、大丈夫です。おお、こういう感じか。そうです、そうです。リュウちゃんみたいにうまくいかない。いやいやいや、やっぱりプロだなバッチリです。そしたら、最後に彩りに青ネギを。青ネギを、はい、ネギをこうパラッと、あ、いいですね。あ、バッチリです。はい、最後にちょっと佃煮を。おい、佃煮ですね。これ上に持ってあげると綺麗なので、あ、色味が黒が差し色になるわけですね。そうです、そうです。ああ、でもいいですね、はい、こちらで海苔わさびクリームパスタ完成です。おー、やったー、ありがとうございます。はい、じゃあですね、できましたので早速食べてもらいたいと思います。ちゃん、どうぞ。実食。うん、ボーノ。ボーノ出ました。ボーノ、ありがとうございます。うん、ちょっと、うん、うん、うん、いいね、うん、好きですこれ。大人だねこれ。わさびの香りがちょっと効いてるので簡単なんですけど、うん、レストランっぽいような。美味しいよ。ワインとかにもすごい合いそうだね。白ワインとかすごい合いそうだね。白ワインかなりいけると思います。うまい。本日、あ、ありがとうございます。本日4回目のうまいをいただきました。本当に豆乳とバターと海苔の少ないだけだとちょっとね甘ったるくなっちゃうんですよ。なので少しだけわさびを入れると美味しくいただけるっていうような。最後にあのわさびを入れるってポイントなんだ。やっぱね、わさびをねまとめてくれてるよね。こんなソースを演出するんですね、佃煮がね。そうなんです。大体皆さんご飯に、うん、かけるよね。かけるとかパンに塗って食べる方とかもいるらしいんですけども、パスタはあんまりないかなと思って。本当に剛さんめちゃめちゃ食べてくれるので料理研究が妙に尽きるというか。いや、美味しいから。ありがとうございます。今回コラボさせてもらって、はい、4品あったけど、はい、どれもいいですね。本当ですか、うん、ありがとうございます。一番どれがいいってこうつけがたい。つけがたかったですか。あ、でもね、パスタは正直こっちのが好きかもしれない。あ、本当ですか。驚きもあるような感じ。なんかでもアボカドが好きかな。でもアボカドが好きかな。どっち本当そんな感じで。本当ですか。
なんでこんな美味しいんだろうね。わさび、わさびか。海苔の佃煮ってかなりご飯がそのまま食べれるようにできてるんで、味を持ってるんですよね。なるほどね、はい、甘めの麺つゆをちょっと合わせることによって味付けがそれだけで決まっちゃうっていうのがあります。そっか、もう十分味持ってる答えなんだね。だからね、そうなんです、そうなんです。難しいことしなくていいと。そうです、うん、なので大体どの方がやっても、料理の初心者がやっても味がぶれないんですよね。勉強になりました。ありがとうございます、うん、感無量です。もうめちゃめちゃ、ありがとうございます。多分、ね、これね、全部の動画見てください。つよちゃん、超食べてくれてるんで、うん、本当にありがとうございます。心が満たされてる。本当、またちょっと会いましょう。本当ですか、いつでも来ます僕。まあでも普段の僕を見ると結構引くかもしれないですね、うん、結構どうしようもない感じでやってるので、またもうぜひぜひコラボとかさせていただいたら嬉しいなっていう。こちらこそ、はい、今日本当にありがとうございます。大丈夫ですか、お立ちなんか払わなくて。全然大丈夫です。草薙さんの美味しいって顔がもう本当に何よりも報酬というか、本当全部食べてくれてるんですよ。これからも料理を教えてください。あ、もうぜひぜひよろしくお願いします。じゃあ今日はありがとうございました。とんでもないです。